バトルランナーは、リチャード・バックマンが1982年に出版した小説。原作は、リチャード・バックマン名義だが、実際は、スタンド・バイ・ミー、グリーン・マイルなどの代表作を持つスティーブン・キングである。この辺の事情は、当該人物の功を参照のこと。西暦2025年、世界は荒廃していた。アメリカは巨大な管理国家と化し、都市には失業者が溢れていた。 そんな彼らの娯楽といえば、絶えず、流されている、無料視聴テレビ、フリテレで流される、残酷なクイズやゲームの番組だけだった。失業者の一人、ベン・リチャーズは家族を救うため、難病の娘の治療費を捻出するために、やむなく TV 出演に応募する。選抜の末、出演することになったのは、最高の視聴率を誇る人気番組、ランニングマン。 それは全米を巨大なゲームフィールドにした人間狩りだった。逃げ延びている1時間ごとに100ドルの賞金を得られ、1ヶ月逃げ通せれば、さらに10億ドルのボーナス賞金が与えられる。もし捕まれば、テレビカメラの前で容赦なく殺される。出演者は定期的に自分の姿をビデオで撮影し、撮影したテープを放送スタジオへ投函しなければならない。 このテープはもちろん放送される。そして、視聴者による目撃報告、捕獲も可能で、その視聴者に報奨金が支払われる。文字通りのデスレースである。全視聴者を敵に回しながら、ベンはこの殺人ゲームの出演者として逃げ続けることになるのだった。ベンは放送スタジオのあるニューヨークで、変装の道具と偽の身分証明書を取得し、ボストンへと逃げる。ボストンで、 ハンターの追跡を交わしたベンは、ギャングのブラッドリーから、政府のやり口を知るとともに、反政府ネットワークの存在を知る。反政府ネットワークの協力を得て、マンチェスターからポートランドへ逃げたベンはブラッドリーに、紹介されたエルトン宅に潜伏させてもらい、3日間の安寧を得る。しかし、ハンターがブラッドリーを拷問にかけたことと、エルトンの母親が通報したことから、 再び逃亡の旅となる。アメリア・ウィリアムズという女性の自動車をカージャックしたベンはデリーを通過しメイン州を逃げ続け空港に向かった。空港で警官とハンターの妨害を交わし逆にハンターのチーフであるエヴァン・マッコーンを捕らえたベンは飛行機で飛び立ち死空ミサイルでの撃墜を避けるために低空飛行を続ける。この時点でベンの逃亡開始から8日5時間。 ランニングマン生存記録を更新していた。番組プロデューサーのダン・キリアンはベンにマッコーンの代わりにハンターのチーフになることを持ちかける。残してきた家族のことを心配して躊躇するベンに、キリアンは10日も前に3人組の強盗に残殺されたことを伝える。ベンはキリアンの提案を受け入れると返答し、マッコーンを殺すが、マッコーンの反撃で重傷を負う。 人質にして付き合わせたアメリアをパラシュートで脱出させると死にゆくべんは最後の力を振り絞って飛行機をキリアンのいる放送スタジオのあるビルに向けて突っ込ませた。物語は20ブロック離れた地域にも火の雨が降ったという記述で幕を閉じる。1987年にアーノルド・シュワル・ツェネカー主演で映画化された。映画と原作では内容が異なっている。 当時人気のあった番組ザ・グラディエーターズのパロディが作中の番組のベースとなっている。ありがとうございます。